アホどうしたの？チューして欲しかったの？違います。うん、どうも。あ、はい、ということで今日なんですけど、はい、あの5月23日ってね、格好どうしたの？何？格好どうしましたか？何が？何そのごめんごめん、そのハードル露出してるんですか？ちょっとりなちゃんへちょっとサービス。いらない。あのちょっと今日なんですけど、すちょっと5月23日っていうのが、はい、キスの日らしいんですよね。あ、なんで？全然関係なくないですか？まあなんでちょっとキスしていきたいなとちょっと思います。本当にキスの日ですか？はい。何ちょっと待って怖い怖い怖い、無理、やめて、何それ、何？説明したと思うんだけど今。うん、聞きましたけど、5月23日っていうのが、はい、キスの日らしいんですよ。それ何なんですか？本当ですかそれ？なんで適当に何か言ってます？ちょっと今日は、はい、キスをしていきたいなと思います。はい、意味わかんないです。キスをする間柄じゃないですし、意味わかんないです。何やってんの？自分ですよ、ずっと。さっきから、キスしますって言って、はい、キスしようとしてて、で、りなちゃんがそれを避けてたら、うん、キスできないじゃん。いや、はい、したくないんで、うんうん、それでいいんです。あれ？キスできないで大丈夫です、私は。ちょっと、はい、ちょっと話聞いてたかな。ちょっともう一回聞いてましたよ。もう一回説明しなきゃいけないよ俺。これもういいです、もういいです、大丈夫です。じゃあキスできる関係の人とキスしてください。ん？以上です、私からは。じゃないんですよ。何？普通のカップルだったらさ、はい、自分の恋人がね、その他の異性とキスしてたら、うん、嫌がるじゃん。うん、それは嫌でしょうね。うん、なのに、うん、りなちゃんは、うん、なんで他の人とすればいいじゃんなんていうの？私たちカップルじゃないからです。べーべーじゃなくて、ばー、落ち着いてください。あれ、よく考え直してください。おかしいな。はい、まあまあちょっと意見が割れましたけどね。笑さないでくださいよ、私が本当なのに。まあ、でもやっぱりさ、こうなんかキスの日だから、はい、まあちょっとキスにちなんだこと、はあ、まあさすがにちょっとやろうよ、それは。いいですよ、別にそんな。あ、いい？あ、ありがとう。いいって、それね、いや、遠慮もいいです。とりあえず、5月23日が、ちょっとなんでキスの日かをちょっと調べてもらってもいい？はい、いや、私が、うん、調べといてくださいよ。キスしようとか言うんだったら。昭和21年に日本で初めてキスシーンが登場する映画が公開されたことに由来しています。なんかいい由来ですね。うん、確かにおしゃれめですね。ね、やっぱりあれかな。でもなんか初めてキスシーンがこう上映されたわけってことでしょ。だからちょっとなんか見てたらなんかちょっとなんか、うん、お前あれ、みたいなみたいな空気になったかな、やっぱ初めては。そうなんですかね。だって制定するって相当じゃない？だって確かにすごい特別な日にしよう。確かに。ほんの少し唇を合わせるだけのシーンでしたが、当時の観客には衝撃的で、ほらやっぱそうなんだ。映画館は連日満員だったとか。なんかいい時代ですね。まあキスにまつわることをやっていきたいなと思った時に、ちょっと僕調べてたらね、あえてキスの日やんなくて、ちょっと海外でなんかちょっと流行ってる、まあキスにまつわるゲームみたいなのがあるみたいで、タイトルですか？キスの日ってなんか日本固有のものっぽいんですけど、なんでその海外のもの持ってくるんですか？うんうん、まあまあ地球じゃん。地球だからさ。意味わかんない、意味わかんない。そうそうそう。で、なんかね、タイトルがね、なんだっけな、なんかね、ごめん、ちょっと調べてもらって。なんでうちが調べるんですか、ずっと。もっと用意してくださいよ。なんかやろうって言うんだったらさ。やろうっていう人が調べるんですよ、ずっと。キスしちゃうかもしれないペーパーキスキャッチ。あ、そうそう、それ。これなんですか？キスしちゃうかもしれないペーパーキスキャッチ。いや、嫌なんです。キスしちゃう可能性があることしたくないんですけど。なんか何実際にやってる動画を見たんですけど、その上からね、その紙、白い紙を落としまして、で、それを二人でキャッチするんですよ。へぇー。顔で。顔で？うん。顔でやります？こういう風に顔でこうやってキャッチするでしょ、上から白い紙を。そしたら紙をこうやってキャッチできたら、キャッチ成功。でキャッチできなかったらそのままキスしちゃうっていう。そういうゲームちょっと今日やっていきたいなって。どっちもやです、別に。どっちもなんかこうなるってことですよね、つまり。だからその紙1枚挟んでこうなるか、唇
通にキスするかって。いや、わかんない。詳しくはわかんない。俺もやったことないから、わかんないけど。見たんでしょ、動画みたいな。動画を見たっていう、記憶もあんまなくて、どういうことじゃ、何で得たの、その情報。いや、どういうこと、わかんないけど。なんか、事務所の人がなんか、これやってみたらどうですかって言ってたから、やった。事務所の人はい、ということで、これ、紙をね、用意しまして。テイストじゃないじゃないですか。そう、この紙を、まあ、こういう風にした、落としますよね。落としました。それを、こういう風に、キャッチ。わ、やだやだ。わかりますで、これが、キャッチがもし失敗してしまったら、キスしちゃうっていうゲーム。やだやだ。で、どっちもキスじゃないですか、別に。ん？どっちもキスですよね。厚紙にしましょうよ。厚紙なんで、別にいいじゃん。薄すぎますって、それ。そうかな。はい。なんか、あれにするなんか、あの、ラップとかにする？もしあれだったら。なんでですか？なんで薄い方に行くんですか？どっち？どっち？どっち？じゃあ、こっちですら。まあ、これ、まあね、でもペーパーなんで、これでいいのかなと思います。じゃあ、ちょっとこういう感じでちょっとやってみます。こんぐらいで落とせばいいみたいね。いきますよ。いきますよ。ちょっとキャッチできずでキスしちゃいましたしてないですけど、あれちょっとあれだよね、なんか髪落ちるスピード意外と速くない？あーとか見てなかったです、ね、だから落としてパッとすぐ行かないといけないかもしれないわ、はい、あそうなんですか、うん、なんか改善しようとすごいスーッといっちゃったから結構早めで、じゃあ次意識していきます、はい、せーの、いやーだねもうもういらないです、もう落ちたんで髪完全に落ちたんでいらないです、キャッチ失敗で、あのキスしちゃいましたね、してないです、キスメインじゃないですか、あれおかしくない、なんか髪とか見てました、あなたも髪完全に落ちきった後にはチューチュー言うのやめてくれません、いやーちょっとこのゲーム難しいですね、ないんじゃないですか、難しいな、ちゃんとやろうとすれば、ちょっと練習するか、さすがに一気にこうグッてやるのは度胸いるじゃん、使っちゃったらどうしようとか、だから俺落とすから、りなちゃんここに当てる練習一回してみなよ。ああ、はい。わかりますね。いきますよ。3、2、1、トン。あ、ちょっと高さが足りないのか。もうちょいこんぐらいからいくか。いくよ。3、2、1、お！間に合った。間に合った。じゃあ俺がこんぐらいの高さから、3、2、1でやっていくか。そうしますキャッチ成功させたいからね、3、2、1、だから両方ともやる気ないんですよ二人とも違うベクトルでやる気ないんですよ、ちょっと待って待ってあれごめんなさい、ちょっと確認させて、何ですか、これさ、あの髪キャッチできるか、はい、あのキスしちゃうか、うん、どっちかじゃないのこれなんでどっちもできないの、どっちもできてない、もう分かった、何ですか、もう最後もこれ、あ本当ですか、あもう最後、はい最後、もうよかった、はい、あの落とすから難しいんだ、あうん、はあ、もうここに置いとこう、あ、へえ、うん、もうこうやってゆっくりいってもいけるから、確かにそうですね、じゃあそれでキャッチして、で手離したらキャッチ成功じゃん、それで、あそうですね、じゃあいってみましょう、いきますよ、3、2、1、はい、ゆっくりゆっくりもいけたね、うん、うん、うん、髪にキスしてる、ねえやめて、はい、というわけで今日はね、あのキスの日でちょっとキスするって出てたんですけど、うん、してないですし、はい、デートしないでください、まあちょっとペーパーキスチャレンジ、ちょっとなかなかね、あの難しかったですけど、難しいっていうか、うん、やる気がないんですよお互い、まあまあまあでもね、まあちょっとあの、まあ、こういう形じゃなくて、まあ、あのキスは、まあ、やっぱりその、まあ、ムードを大事にしてね、素敵なキスをね、まあ、その普通です、したいなと思いました、カップルの場合はね、うちらはしないですよ、ちょっと今日 の手と点数つけてもらっていいですか、点数つけるんですか、はい、デートと思ってないのに、まあじゃあ新たな試み、うんうん、まあ、流行を取り入れていきたいなみたいな感じでね、はい、合ってるんですね、うん、まあ、流行を取り入れようとかいうなんか姿勢はとてもいいと思います、あ、ありがとうございます、やっぱね、あのお互い知らないことだったからね、初体験ということで、流行を取り入れさせてくれたのは事務所の人ね、うん、っていうのと、あと普通にできなかったんで0点です、クソがクソがクソがじゃなくてっていうのとってやめてっていうのとってやめて、すいません、うん、一回ダメ出しされて
っていうのとはもう、はい、もうそのその接続詞は次もさ、ね、きっとあの、うん、マイナスなことだからワクワクしたいのに、あ、うん、なんてなんだろう、なんてなんだろう、ワクワクしたいの、こういっぱい得点つけてくれるからワクワクしたいのに、うん、高得点が狙えると思いました。悪かった部分と、ま、っていうのと、あともう一個あった部分とあったら、あ、もう0点に近づいていくってなっちゃうから、ね、すいませんけど、うん、っていうかちゃんとやってくんない、なんでですかなんか、はい、本当にちょっとね、もうこのチャレンジの動画、海外の動画僕見たんですけど、うん、めっちゃ楽しそうなんですよ、みんなこうやって、あ、そうなんです、成功ウェーみたいな、うん、失敗してキスしちゃったウェーみたいな、そんなこと言ってなかったじゃないかな、さっきなんか楽しい記憶がないとかゲームなのに知らないとかなんか言ってに、なんか最初からなんかそういう風に説明すればいいじゃん、いや、違う、なんか神が落ちても、神が落ちてこうしなきゃいけないのね、神が落ちてもなんか、うん、そのゲーム外国すぎますってその日本人そんなキスしないですよ、そのウェーイとかなるところで、なんかあんまりその人大勢いるところでキスとかしないから日本人あんまり、まあでも何次はもっとギナちゃんに頑張ろう、いいです、頑張んないで、せーの、バイバーイ。ちょっとじゃあちょっとショート動画用にもちょっともう一回これやるんですか